はい、ビーズで日本を元気にする中華堂の田中です。後ろにある松岡英久さんの作品ですね、歴史画を得意とする作家さんです。松岡英久の作品、こちらの方はですね、ぜひお譲りください。私どもの連絡先は下の方にございますので、よろしくお願いいたします。